桶狭間にて刑事はまたしても揉め事の香りを嗅ぎつけた。我こそが解決してみせんと意気揚々と向かった先で見たものとは。上総介様、こたびの出陣は不吉な予感がいたします。黙れ女、世に指図するか。なんだかこっちも揉めてるな。第4章開幕。これ式の戦、伊予が直々に平らげてくれるわ。代わりにこの脳裏に出陣の命令を。はいはい、お二人さん、そこまで。そんなつもりはない。ない今回の上様の出陣、とても不安なのに。泣かせるがないの。このキラゲの思い、女の顔は当たるっていう。このうつけが世の波動に戻る道もあるらしい。もしものことがあったらもう終わりよ。じゃあ守ろう、大切な人を失わないために。世に差し出すとは肝の座った女よ。その目、魔王に魂を売った目じゃない。ごめん、真剣に恋してるんだ。魔王さん、あんた、俺と男のために戦うって、そういうのは好きだよ。あんたみたいな必死なやつ、俺は好きだよ。いいよな、思いに命をかけるってのは。恋の力ってのはやっぱすごいね。やってみせ、言って聞かせて、させてみて、褒めてやらねば人は動かずってね。案ずるより産むがやっしってね。なれば貴様もついてこい。ノー。はっ、お役に立ってご覧に入れますれば。恋の喧嘩納め、四将上がれ。